始まりました週の真ん中マンタキ TV でございます。今日はまたピンクが生えてていいね。ゆみちゃんピンク好き？まあ好きですいやまあ好きなら高いよね。今度じゃあ今度ピンクのなんていうピンクの帽子とか、はい、ピンクのサングラスとかもうピンクのマスクを全部オールピンク、あの流行ってパッとさすがさすがよく分かってますねやっちゃうぞペコパーコみたいなぜひあの2人でやろうとね僕もピンク着ますその時はよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いしますそのうちあのもうあのもしかしたらお笑い芸人なんかクセスゴとか出たいですあの千鳥さんよろしくお願いします。あ、ゆみちゃん同じ岡山なんで。では、では参ります。はい、今回のご質問は、はい、竹真奈チップカットさんからです。ありがとうございます。あんまりこれ以上切らないでください。はい、では参ります。はい、振動数上がります。はい、バンテカンのシャフト振動数のフローについて、はい、ヘッドスピード約40のため、現在、フェアウェイウッドは5番しか入れておりません、うんうん、この度憧れのバク飛び4番ウッドを安価で入れる、チャンスに恵まれ即買い、練習場で試すと地面からは全く球が上がらないもののどうしても諦めきれません、はい、シャフトの振動数はフローから見ると適正のようですが球を上げるためにドライバーより振動数の低いシャフトを指すのはありでしょうか。なるほど。普段から、クラブの長さや重量フロー振動数にはかなり几帳面なセッティングをしております。ちなみにスライサーですが先調子シャフトは合いません。アドバイスもしくは憧れの人を諦める一言をお願いしますとのことです。まあこれまずあの竹真奈チップカットさんはすごく数字に詳しいんかなと思いますね。クラブ長や重量フロー振動数合わせてセッティングされてるってこれなかなかできないですよ。もうだって僕らでもそのもうそれをすごい気にかけてやってる、まあ、お客さんのクラブをお金もらってやってるからしてるのにやっぱなかなかそこまで、まあ長さ重量とかまではあれですけど振動数まで入れられてこれすごいことだと思います。3つをバランスよくねされてるってこれ本当に、まあ、あのもしくはあの同業者じゃないのかで僕の竹真奈をチップカットするってもう今じゃさっき硬くなるって言いましたけどこれデメリットとしては短くなりますからねもうどうしようっていうのがあります。もう短尺がさらに短尺になってるのあの話をやって話ですけど、まあ、真面目にいきましょう、はい、まず、4番ウッドの件ですが、まあ、正直言いますさすがにドライバーより低い振動数っていうのはもうお勧めしません、うん、あのこれ、仮にそれでね4番ウッドが打てるようになったとしてもそれって今度他のクラブとの流れがすごい悪いのでこれ本末転倒なんです。4番ウッドが打てるようになりました他のクラブ打てなくなりますスコア悪くなります。これ何の意味もないですよね。あだから別にあのそう4番ウッドを諦めろっていうわけないですよ。ただ僕が言うのはドライバーより柔らかい振動するものを入れるっていうのはこれは間違ってます。うん、実際僕のフィッティングでも例えばちょっと球が特に今回4番ウッド多分一番今まで5番までしかなかった4番ウッドで一番長いクラブになるじゃないですか。地面から打つクラブでねドライバーを無視して地面から打つクラブで一番長いクラブになるってことはやっぱりその球が上がりにくかったり難しかったりすることがあります。でそういうクラブを少し適正の振動数より柔らかく作ることっていうのは僕はよくします。要するに、まあ、アイアンとかも苦手な人はちょっと振動数下げたり逆にそのフェアウェイウッドとかもそうですね長いやつ特に少し振動数落として球上げやすくしたりっていうのはよくすることなんですよ。でも前のもう一つ長いクラブいわゆるドライバーよりも振動数を落とすっていうのはこれはもう完全に僕ら逆転って呼んでますからここまでする必要はない。だから要は今の適正フローしかもこれだけだって竹真奈さんすごいあれでしょじゃああの貴重めなセッティングされてるのにそこだけ数字からガクンと落とすのはこれはもう本当に他のやつに影響を与えるのでそれは良くないです。それはもうあのせっかくやってることがもう無になると思うのでせめてただ今そのセッティングっていうのを詳しく調べてるセッティングから少し落とすっていうのは方法としてあります。なのでまずいきなり諦めてくださいなとは全く思いませんからまず適正な振動数、まあ、ある程度ご自身のこと分かってたら適正振動数から少し柔らかめにセッティングするもしくはちょっと軽くするとかっていうのも球上げるには持ってこいなのでそのドライバーと逆転しない程度で軽くしたり、柔らかくしたりっていうのは方法としてありますね。でそれで、まあ、打ちやすくなるパターンはありますからそれでやってみてごめんなさいそれでどうしてもダメってことやったらもう諦める方がいいかもしれないですね。その、まあ、バック飛び4番ウッドっていうかどういうものかちょっとわからないですけどそのヘッドの性能の可能性もありますしだからまあ再チャレンジしてそのだから諦めるっていうのはまだ後にして1回その今のよりも適正なものより柔らかいあるいは軽いもの
これはあくまでもドライバーと逆転しない程度ですよ。逆転しない程度でそれを試してみて、それで打てるようになったらもう OK ですし、それがダメやった時はちょっと考えてみてもいいのかなっていう方ですね。まあぜひね、それがうまくいって使えたら、まあね、本当にすごく、だってね、4番ウッド憧れの人っていうんですからね、僕この日本語すごいなって、僕ぐらいになるとクラブと会話ができるんですけど、なかなかこう片思いでここまで言える人っていないですよ。で僕もだって全てのクラブと僕結構両思いな感じですからね僕なんてなってくると、はい、で向こうがどう思うと向こうには感情がないですから、こっちが思い込んだら勝ちなんですよ。おでもクラブってそういうもんです。もうこっちが思えば思うほど向こうがサボテンにずっと話しかけたら針が柔らかくなるっていうのと一緒で、へ、はい、クラブに話しかけて愛情を持って話しかければ話しかけるほど振動数は変わったりはしません変わらない、それは変わらない当たり前ですけど、でもその何ていうんですか、そのそれに応えてくれようとするっていう気持ちはやっぱり僕はあると思うんですね。なるほど、はい、はい、では、うん、ちょっと軽めにしてシャフトを、あれ鉛貼るとかどう、下の方に。あ、もちろんポイントですね。そう、今ゆみちゃん言ったのも一つ方法です。だから今僕はここシャフトの話がしているのであれですけど、低重心にする、鉛貼って、そのバランス上げるというよりは重心を下げるっていうのも一つ方法ですよね。だからゆみちゃんが言うヘッド的な部分の作業もありますし、やれることは多分いくつかあるんですよ。それをやってみた上でここまで愛してるのはぜひ、ね、向こうにも答えてほしいですよね。僕がこの4番ウッドをもし組むんやったら多分答えてあげる自信はあるんですけど、まあ、そこはたくまのチップカットさんの4番ウッドの愛ではないでしょうかどうした、愛ではないでしょうかキラみたいな、はい、今日は決まりましたね、決まったね、はい、ということでちょっとね、シャフトからのアプローチと、うん、ヘッドの、ね、ね、アプローチなどいろいろね、ちょっと働きかけて、うん、ぜひ憧れバクトビ4番ウッドちゃんを振り向かせてたらいいね。そうですね、もう本当にもう逆にね、こっちの方が好きになるかもしれない。4番ウッドの方がもう竹花さんのことを好きで好きでたまらなくなったらもう勝ちです。なるほど、はい、ということでいろいろチャレンジしてみてください。それでは、竹花チップカットさん、ご参考になりましたでしょうか。それではマンタケ TV、 また来週、バイバイ。ちなみに竹花はバットカットもしないでくださいもうすでに短尺ですチャンネル登録高評価で、ね、竹ちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。